はいどうもファンネルです。ではドラゴンクエスト11やっていきたいと思います。ということで、なんか話にあったこのネルセンの宿屋の近くの、魔法の鍵使うところですね。ちょっと真ん中気味 あのバンデルフォン王国跡っていうところかな、その辺にあるっぽいんで、確か毒エリアっぽくなってて、そこになんか地下っぽいとこが魔法の鍵で開けられるとこがあった気がするんですよね。確かに。お、光っております。ドケイ2カ所ぐらいあったんですよ。先にこっち見てみよう。今日ちょっと、外の方風が強くて、もしかしたら風の音が何かしらで入り込むかもしれないですけども、まあ気にしないでください。ということで、お、王子と姫の秘密、プリンスコート、プリンセスローブ、ほうほう、来たよ。あっさりあるな、魔法の鍵なんかで。パープルオーブが手に入るなんてやったわね、マクフライちゃんと。無事に残っててよかったわ、本当だね。もう仲間出てきもしない、もうコメントだけがよ。精霊石来たね。小さなメダルはどうやらないかな。宝物庫みたいなのが残ってたんですね、きっと。じゃあもう一箇所も見てみますか。もう一箇所はじゃあトラップか。もう魔物に荒らされててミミックがみたいな。ここにあるんですね。どうしよう、馬で行けば意外と毒んない。あ、ここはそっか違うんだ、ハイパーオーラが。あんじゃここはまた別だな。ドクルだよ。やっぱ人の足で行くとドクル。ということはこれで見つかっちまったの。あれ、あと私のちょっと思い当たるのは、行ってみっか、そこに。ですね、この穂村の里のとこにある、こっち行った方がいいのかな。まあでも一回穂村の里行った方がいいのかな。なんか行ってないとこあったんですよね。まあ場合によってはもちろん、あの編集でカットして、なんかこう助言聞けるところでまた録画再開するみたいなのもありかなって思うんですけど、まあ人魚のあの女王のとこ行けば多分教えてくれるんですけどもね。で、穂村の里の近くの地図で多分日の野木火山とか行ってないんですよね。左上の荒野の地下迷宮もなんか行った記憶がないんですけど、あの辺どうなのかな。まあなんか、あ、でもここ別に誰かいましたっけ。左上ちょっと行ってみっかな。ヤヤクの人に聞けばなんかオーブの場所教えてくれそうですもんね。で、魔法の鍵で入れるところとかをちょろちょろちょろと行ってきたので、多分現状行ける場所は行ったんじゃないかなと思って。あと魔法の鍵じゃないとこもあるんですよね、あの普通の鍵みたいな。盗賊の鍵とか使うのかなって思うんですけど。はい、もしもーし。あ、なんもなんも。どうしよう、なんかね、通行手形みたいなの欲しいとかって言われてたはずなんですよね、その火山に行くには。絶対火山にオーブあんだろう。どうすかな、人魚のとこ行ってみますか。
メダルもいったし、あといけるっていうか、オーブっていくつあるんでしたっけ。今現状1個2個3個4個5個6つぐらいオーブあったのかな。じゃあちょっと人魚の女王に聞いてくか。久々に戻ります。場所教えてくれりゃいいですけどね。何のことはない。多分私の勘は当たってるはずなんですよね。現状行ってないとこって言ったらあそこぐらいだもんな。それかデルカダール城に1個あんのかな。まあまずは女王ですね。相変わらずここのサメさんは人間の言葉喋れないのかな。ダメだな。なんか売ってほしいんですけどね、ここのやつ。オーブはどこかの女王様。クエストも多分今出てるやつは全部クリアしてるとは思うんで。なんかヒントくれるかな。はい、不思議な力についてお話ししましょう。北西の地、英知の集う北西だか東西、左上、左上。あー失礼、行ってねえとこありました。そっか、あそこか。これここでルーラー使ったら飛べっかな。左上全く行ってないんですよね。これ確か下からも行けっから、白の入り江から行くか。おう、なんかキメラの翼とか、いやなんか ルーラーでよかったんだよね。なんか昔は頭ぶつけてた気がするんですけどね、建物の中でやると。アレンジャー、私の勘で思ってたなんたら火山は行かないのかな。っていうか行けないのかな。あと迷宮もなんか左上にあったんですよね。あれも行かんでいいのかな。それとも勝手にもう行けんのかな。じゃあ上ですね。ちょっと待ってくださいね。雪山のとこです。こっちから一応入れるのかな。なんか上からワープできる方法もあるっぽいんですけど、あれで一回行ったことあるんですよね。ただ入るとムービーがなんかムービーになりそうだったんで、ムービーはやっぱり動画でこうお見せしたいなと思ったんで。あとちょっと勇者は今学生を引き連れてますんで。まあいろいろありますしね。メダ女学園に入学したんですよね、この子たちは。仲間でやると見れるかな。ちょっと3人ぐらいメダ女学園にこの入学してますからね。まあ、1人なんかもう王様の格好しちゃってますけど。ああこれ喋ってんな。クレモラン、下手するとここの隙間から行けないのかもしれないんですよね。行けんじゃねえかよ。ワープでここに飛べるはずなんですけど。で左側がなんか違う場所で、右側が多分城なんで、まずはこっちからですね。多分まあムービーっていうムービーじゃないですけど、最初の街訪れた時のなんか映像が出るはずなんで、まあ、私もまだ入ったことはないんで。ここあ
何にもねえ。なんか嫌な感じがする。おお。はるばる海を越えてクレイモラン王国にやってきたのかい。残念だけど無駄足だったね。え、どういうこと、意味かって、何、言ってみればすぐわかる。あ、凍っちゃってんじゃん。ムービー入りますね。ガッチガチに凍ってましたからね。ここが美しき雪の都クレイモラン王国。この国にはブルーオーブ。うー、寒い寒い。そりゃ学生服ではちょっと寒いかもしれないですね。普通に遠足に来たみたいな、修学旅行みたいな。何か変ね。氷じゃないと。縄文が凍ってる。まあ外から入れないですけど、中からも出れないですよね、これじゃ。寒さで凍った、いくら寒いからって縄文がこんな風にこう、こんな風に凍るわけないじゃないと。町の人はどうやって生活してる。町の人もガッチガチじゃん。おかしいの、以前訪れた時はこんな風にはこんなことはなかったんじゃが。どうすんのよおじいちゃん。オーブはクレイモランにあるんでしょ。これじゃ中に入れないじゃないと。ああ、正門から入れないと。他に入り口がないか。正門か。誰かいるんすよね。あ、裏行けんじゃん。俺はこう見えて郵便配達人なんだ。クレイモランに手紙を届けに来たんだが、そこの城門がこうやって入れなくてな。城壁を西側に回り込むと裏門があるって聞いたことがある。東側は何もなかったし。東側何もねえって、こっち東何もないの。君たちの感覚では何もないけど、勇者の感覚では割れる壺があるはず。割れる壺すらない。あ、これまさかトナカイのソリ。あ、違う。明日の夕方から雪が降る。これまた雪降ってる間になんか探せじゃない、モンスター倒せとかって絶対クエストあんだろう。なんだこの可愛いの。ベビーパンサーのスノーパンサー、スノーベビーだ。やっぱベビーだけあってそんな強くないっすね。いやー、容赦ねえな。怒って絶対親のスノーパンサーみたいなの来るでしょ。これ看板でグリズリー。シケスビア雪原、ミルレアンの森、シケスビア雪原、ゼーランダ山、ゼーランダさん。ちょっとクマだけ。豪傑グマ強そう。お、獣好き、フレンズ。フレンズ。これ私ちなみにハヤブサの剣めっけたんで、剣かな。あ、これ2回攻撃になるんだから。あんま食らわねえ。そんなに強くねえ。なんかめっちゃよだれ垂らしてるけど大丈夫。経験値はそれなりに高いのかな。800とかあったら笑うけど。あ、700もある。なかなかですね、700は。お、これで勇者スキルのこれゾーン必中、ただならぬ集中力で必ずゾーン状態にが。オープン。この献身でいいのかな。スキルがちょっと見てみたいんですよね。そのためには両手剣スキルもオープンしていかないといけないっていう、めんどくさい。ここですね、縦。ここまではやらんといかんな。あ、でもここもハテナか。道のりは長い。どうすかな。そしたらなんかあっち建物なんだよな。でも
うわ、クマを跳ね飛ばせない、やっぱり。そうか、大型のは跳ね飛ばせないのかな。あんまり馬で大型のは跳ね飛ばす機会なかったんで。そしたらデインも効くのかな。あ、効く。魔法使わないんじゃないかな、セーニャー。あ、マヌサは違うか、幻っていうか攻撃当たりにくくなるのか。魔法カンタか、魔法使わないのは。これは雪山っていうか、なんか小屋あるでしょ、絶対ありましたね。鹿さんがいる、奈良の鹿かな。小さなメダルゲット。これで結構集まってんだよな、メダル。その奥は素材があるとかかな。すいませんね、なんか探索会みたいになっちゃって。あ、やっぱりそうだ、なんかぶら下がってる。あー、そっか、これ後でちょっと私、ちょっとボウガンはブログに載せたいと思うんで。こんなとこにボウガンあるのね。あっちも光ってる。万年雪、ちょっと隣のエリアとかだけ見させてくださいね。ちょっと分かんない分かんない、お馬さんじゃいけないよってなんなきゃいいんですけど。ここはクレイモラン地方ですもんね。多分隣に行っちゃうともうボウガンはね、買ったような気がするんですよね。多分ここはここであるんじゃないかな、ボウガン。あるとしたらですよ。てかここエリア広っ。マジかよこれ。動画一本じゃ終わんねえぞ。ここに小屋があるから、ちょっと小屋入ってみて。誰かいた。どうやったらあの氷の間。おお、氷の魔物を倒すかみたいなんだな。火使うんだよ、火。下のキャンプで泊まってルーラ使えるようにしときたいけど、いけるよね。おお、色の違うモモンジャだな。これもでも後々だな。すいませんね。お、古代図書館。あ、古代図書館なんかあんの。やっべえな、あの上だな、右上。レシピありそう。お、ちょっと待って、乗れんのこれ。絶対割り子は稲川みたいな感じなんですけどね。よーし、じゃあデインでルバンカ。寒い。やべえな、ルバンカ強えな。弱かった。え、一体どんな乗り物なんだろう。 すげえ1000ももらえる。ちょっと馬さん寒いかもしれないけど、ここでごめんね。あっちにちょっと獣いるの。突進が R にダメだやべ、太鼓野郎もいる。もう一回遊べるドン。ここでメラも。どうしよう、どっち倒した方がいいんだ。もう一回遊べるドン先に倒すか。マジか、仲間呼ぶ。もう一匹遊べるドン。吹っ飛んでた。
これであとこいつだけだな。なかなかいい装備ですよね、こいつも。物理効かなそうなんだけどな。うん、やっぱり物理耐性はちょっと強いな。で、おお、1500、ここレベル上げにいいな。で、突進は何のためにあんのかな、これ。ボコーンってなんか壊せんのかな。まあそれしかねえよな、多分。よーし、じゃあ一回キャンプして、ちょっと火事のレベルだけ上げますね。よし。お、これいますね、ルバンカですね。じゃあ一回キャンプで休んで、で一回ちょっと録画が私の方で20分経過してるんで、一回録画を止めてまた再開しますね。はい、すいません、再開しました。ということで、どうしようかな。あんまりでもこのままやっても時間かかるもんな。クレイモランだから、これ下から行けばまた違うとこ行くのかな。危ない危ない危ない。あれ、こっちから来てないですもんね、多分。あれ、こっちから来たんだっけ。上から来たような気がするんだよな。下から来るとどこに行くのか。ここは、ああ、西に行ったな。やばい、わけわかんなくなってきた。あれ、でも西に進んで城に入れるよとかって言ってたんですよね。おやおや、ちょっと素材だけ失礼。これは場合によってどころか、おお、雪をしてくんのかい。多分こっちは道的に間違ってたな。間違っちゃいないのか、ある意味で。あ、違う、いいのか。一回もちょっと王国の方行ってみて、こっち何かある、なんか見えるかな、サムネポイントか。ここと馬がなくなってるんで時間はかかりますが、お、木もある。ちょっとあの木揺らしとこう。多分ここのやつらはまだまだレベル足りないんで、普通に私に牙を向いてきますね。なんかありそうな気はするけど、まあちっちゃいトトロいるってことはなんかあるな。あ、そうか、こっちから出てきたんですもんね。あ、思い出した、そうかそうか。で、反対側から行けば王国に入れるんじゃないかなと思うんで、この男、東側は何にもなかったって言うけど、何にもどころかいっぱいあったじゃねえかっていう。わかりました、すいません。
多分こっちからですね。あ、キャンプあったじゃん。これ一回キャンプ使わないと多分ルーラポイントに設定されないんで、すいません、もう一回だけちょっと。触っただけでもいいのかな。でも一回触っちゃうと夜になっちゃうんですけどね。これだな多分。逆、お城の中が無事とは思えねえけどな。魔法の鍵で開けれとかありましたね。上、氷漬けの城門と静けさに包まれた城内、一体クレイモラン王国に何が起こったというのか調べてきますよ。まあ嫌な予感しかしないですけどね。うさぎさんどうも。よし、いやもうガッチガチやぞ。あ、てか凍ってるっていうよりは石になってるように見えるけど、あ、でもテカテカだから氷だな。割るんじゃねえぞ、割っちまったら終わりだぞこれ。う、嘘でしょ、どうなってるのよこれ。城も町も人も全部凍ってるじゃない。ほらお姉様、やっぱり私の言った通り寒いから凍っちゃったんですよ。純真純粋クソみたいな顔してる。いやいや、いくら雪の都といえど寒さで町が全て凍るなどあるはずがない。ひとまず町の中を調べてみるとしよう。あ、おじさんに引かれた馬が凍ってる。馬を連れたおじさんが凍ってる。なんだこの真ん中の、すげえユニバーサルスタジオジャパンみたいな感じの、 USJ 来たよっていう感じですね。兵隊さん凍ってますね。でも剣出してるってことはなんか来たんじゃねえのこのUSJ に。どっち行けばいいの。街の中調べてみようって言ってましたもんね。あの雪だるま怪しいな。子供は遊んでるな。いやガッチガチやぞ、ゾクゾクするな。でも火ついてるんですよ。お、誰かいる兵士。この人はキャじゃねえよ。すみません、気がつきませんでした。まさか旅の方が訪れるとは思わなかったので。あなたは無事なようね。どうして町が氷漬けになったのか知ってたら教えてくれない。うむ、あれは3ヶ月前の晴れた日のこと、何者かが突然町の上空に現れたんです。そう、あの姿はまさしく魔女よ。魔女ってほらよく昔話とか伝説になってるいわゆる魔女のことですか。君らも魔法使えるから魔女じゃねえの。そして魔女が何やら呪文を唱えると突如激しい吹雪が巻き起こり、すぐに町全体を包み込みました。私は吹雪の中で気を失ってしまい、目が覚めたら街は凍りついていました。私だけが助かった理由は分かりません。街ごと凍らせるなんて、なんてひどい街なのって。てかこいつ3ヶ月もどうやって生きてたんだここで。この氷は私の呪文でも溶かせないわと。ところでその服にある紋章ずっと気になっておったのじゃが。ああ、クレイモランの女王シャール、お主が女王じゃと。ということは先代の王はもう1年ほど前に亡くなった父から王位を継いだ矢先に町がこんなことにと。私もうどうすればいいか。そうですね、オーブがどうとか言ってる場合じゃないですねこれは。オーブ、あれだよ、クレイモラン王家に伝わる家宝のブルーオーブ。わけあってわしらにはあのオーブが必要なんじゃ。
あの青い宝玉のことですね。あれでしたら、ね、今お城の中にありますので、氷を溶かさない限り中には。なるほど、どっちみちどうにかして氷を溶かさないとオーブは手に入らないってわけ。魔女を倒せば氷が溶けるかも。数日ほど前に来た外国の救援部隊に魔女退治をお願いしたのですが、苦戦しているのか全然音沙汰がなくて。そうですね、協力しましょう。そりゃあほっとくわけにはいかないよ。ありがとうございます皆さん。魔女は東のシケスビア雪原にあるミルレアンの森、森には魔女だけでなく魔女に飼いならされた魔獣もいるので気をつけてください。魔獣か覚えておこう。では皆の者、早速ミルレアンの森に向かうとしよう。なんか女王のアップになると、なんかこいつが本当企んでんじゃねえかって思っちゃうんだよね。火だ。そういうことね。じゃあはい、今回の動画はじゃあ以上にさせていただこうかなと思います。じゃあ次回、魔女退治に行きますか。魔女狩りじゃ。はい、ということで次回また、魔女退治行きたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆さん、さようなら。